鬼塚くん、三橋くん、そろそろお昼休憩は終わりだよ。おお、了解じゃ、すぐ戻る。そうか。待ってください。な？その後、その集落は？それは。いらっしゃいませ。金を出せ！わし知っとるぞ、これ。強盗ってやつじゃろ？店長。三橋くん。あ、やばい。レジのお金をこのバッグに詰めろ。早くしろ、ろろろろ。殺されてんのか。三橋くん、レジ開けて、お金を詰めてくれ。でも、金バイトでな。できねえならそこをどい、それ以上はやめとき。え？痛い、やいやい。おお！めっちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。これスクショしたいんだけど、スクショしていいっすか？ちょっとスクショしまーす。いやー、いいね。これ、でもさ、強盗のさ、包丁の持ち方がさ、もうつまみをつまむみたいな感じになってるんだけど。すぐ取れそう。わしが言えた義理じゃないが。自分が強者になって、弱者をいたぶるのは、確かに楽しい。力があるのだから楽をして、強い者が弱い者の上に立つことは何一つ間違ってはおらん。だが何も残らんぞ。相手を傷つけて物を得ても、その報いはいずれ必ず自分に返ってくる。楽をした分、お前から人は遠ざかる。力で解決しようとした分、手をつなげる者はいなくなる。お前がしようとしていることはな、他人だけでなく、他の誰でもない自分を傷つける行為なんじゃ。そしてそれを実行しようとする者を、わしは決して許さんと決めた。痛い、痛い、かわいそうじゃが、もう二度とこういうことができんようにしてやる。その方がきっとお前も幸せじゃ。止めなきゃ。でも今の鬼塚先輩、怖い。このまま近づいたら僕まで殴られそう。でも、僕は、どうしたらいいんだ。鬼塚先輩を止めなきゃ。先輩の腕をつかむ。先輩を説得する。どっちがいいんだ、これ。いやー、多分声は届かないと思うんだよな。いや、腕つかもうよ。骨折してもいいよ。つかもう。殴られるかも。でも今の鬼塚先輩に言葉は届かないかもしれない。そう、そうなんだよ。鬼塚先輩、やめてください。は？危ないぞ、はじめ。その強盗を傷つけないでください。は？こいつはお前や店長を刺そうとしたんじゃぞ。だからです。ん？鬼塚先輩がそのまま強盗を傷つけたら、僕と新庄先輩が悲しいです。
自分の主張を通すために誰かを傷つけるのは、昔の鬼塚先輩と同じです。昔の自分のことを好きじゃないのは分かっています。だから今、他の誰かがそうならないように止めようって思いも分かります。うまく言えないですけど。でも僕は、誰かを傷つけている鬼塚先輩を見たくないです。その人に怪我をさせたら騒ぎになって、もう鬼塚先輩が学校にいられなくなるかもしれません。そんなの嫌です。お願いします。お願いします。母ちゃんや村の人を助けるために、この山の薬草が必要なんです。できることは少ないですけど、何でもします。食われる覚悟もあります。蹴ったり殴ったり、どんなことをされたっていいです。だから、どうか、母ちゃんを、村のみんなを、助けてください。お願いします。人間は変な生き物じゃ。弱いくせに、鬼の足元にも及ばんくせに、なんで震えるほど怖い相手にも頑なと向かってくれるんじゃ。なんで自分以外の誰かが傷ついたり悲しんだりすることを自分のことのように思えるんじゃ。弱っちいくせに、何にもできんくせに。わかったわかった。そんな目で見るな。よかった。とりあえず、捕まえてもいいかな。はい。そうしましょう。はあ。なかなか新鮮な経験をしたの。ええ、僕もいろんな意味で初めての経験でした。あんなに警察ってやつを見たのは初めてじゃ。大変じゃのう。コンビニ強盗なんてこの辺じゃ珍しいですからね。でも誰も怪我しなくて、強盗もきちんと捕まって、本当に良かったです。鬼塚先輩もありがとうございました。礼を言われることなど何もしとらん。いえ、強盗。はじめがいなけりゃ、俺は強盗を殺していたかもしれん。あ、いいえ。なぜ言い切れる？少なくともわしは、いや俺はそのつもりじゃった。そのつもりだったとしても、鬼塚先輩は優しいですから、きっと止めていたと思います。きっと今の鬼塚先輩と昔の鬼塚先輩とは違うと思います。さっき昔の自分の話をしてくれた鬼塚先輩はとっても悲しそうで、きっとそういう大切な過去があったから、だから人間のことをもっと知りたいって、如月学園に来てくれたんだなって、思いました。だから、大丈夫ですよ。きっと僕がいなくても、鬼塚先輩は踏みとどまっていましたよ。野球部か。まずは入れればそれでいいんじゃが。はあ。大丈夫だよ。え？あ？お前誰？三橋はじめって言います。
僕も初めてだけど、みんな最初から全部うまくできるわけじゃないし、最初なんだから思いっきりやってみることが大事なんだと思います。チャレンジしないと何にも始まらないから。だから失敗してもいいやって気持ちで頑張りましょう。僕も頑張ります。うん、え、はい、次頑張ってありがとな。さっきの男子生徒めちゃめちゃモブキャラの顔してたね。変なやつじゃの。でも お前の言葉と行動は本当に何の根拠もないのに、なんか頑張らなきゃなって思わせてくれる。え、すみません。いいんじゃいいんじゃ。うん、やっぱり初めを選んでよかった。わしもまだまだ未熟なところがたくさんあるが、なんとかなりそうな気がしてきたぞ。お前と一緒ならちゃんと卒業できそうじゃ。そうですか。僕も鬼塚先輩と新庄先輩に卒業してもらいたいです。一緒にたくさんの人間のことを勉強して頑張って卒業しましょう。おう、よろしく頼むぞ。はじめ。いやー、なんかちょっと鼻水出てきたわ、感動して。第2章完。普通じゃない職業体験。はい、ということでご視聴ありがとうございました。いやー、鬼塚先輩の過去を話してる時ちょっと涙出そうになって、涙こらえたら鼻水がいやー、ということで、いやー、もうこの今パートを区切ったら鼻思いっきり噛みたいと思います。いやー、やっぱね、100年も生きてたらそういう過去もありますよね。やっぱそういう怖いっていうイメージを持っていることが多いけど、優しい鬼も中にはいるんだなっていうことがちょっとしみじみと分かった回でしたね。なんか泣いた赤鬼を見ている気分でしたということで次は第3章ですね。ペットショップとかの話はどうなったのか分かんないけど、とりあえずは次はまた違う話だろうな。ということでまた次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。おつぴよでーす。